今日行くね、今ならこれ行くよ、もうご飯食いに来てんけん怪しいや。ニコニコしてるヨボヨボなおじいちゃん、そこら辺の JK より可愛い。どうも、よろしくお願いします。今日は、そのおじいちゃんにちなんだ企画をしていきたいなと思います。ちなんでること、ちなんでます。みんなに TK を見そうな集めて1位だが、最近キュンキュンできてないから、それでキュンキュンさせてもらう企画。イエーイ。僕たちね、あんまり最近キュンキュンしてないじゃないですか。はい、まあ、僕太りすぎてちょっと心臓がキュッキュッキュッとなってるんですけども違う、はい、なってる、危ないよ。え、なに、お前のゲップって折りより汚い時はない？ガブなんかゲームちゃん、ガブガポみたいな皆さんのキュンキュンエピソードを集めました。192カ国から集めさせていただきます。全国から全国世界。あー、いいですね。入試当日に頑張ってねの LINE をくれた。これは嬉しいやろうな。学生の時しかないから、うん、これはやばいと思うよ。わー、いいなー、キュンキュンするわ、うん、なんか学生ちゃってんな、うん、出た、頭ポンポコポン。ちょっと殴りすぎじゃん。なんか1個おない、ポンポコポンポンポコポンってこと1個おない、頭ポンポンでええやん。ポンポコポンってこと、うん。うるさいね、ザー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 、うるさいね、お前人がやらんでる、ザーザー。海おるんか思ったわお前俺海で黄昏れてんのかと思ったこれ、ね、目が合った時やって、教室で目合ったらさ、ちょっとドキッとしやん。教室で目合った時ってほぼセックスやから教室でやってるもう死にたいって言った時に、お前絶対死ぬなよって言ってたどういうじゃんかちょっと余談だ、ちょっとおもろい死ねって言われながら言うやん。その時にガチの顔で死ぬなよ絶対言われたんじゃん。じゃあ石井さんもしさ、死にたいって言ったらどうする？言ってみ、ほんまに死ぬ、死ねお前が死ねどうせ死なんだろ、お前が死ねばなって言い返すやつ死なんだろ全力やこっちに負けると俺より上行ってるんだよやばい、帰るかよ。蚊が壁によって好きな人が蚊って潰した瞬間に壁ドンみたいになって、嘘つけよお前。いや、けどどんな感じだったの、こうしゃれて、うん、あ、蚊だ、うわ、怖い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 、でもかん、あかん、トノダメダメやろ、いいんかな、おいて、あ、戻る、ガラス張りの世界に。3文字しか分からんから、うわめっちゃいいのあった、何聞かせろ。肉まんあげるって言われたことに対して、ピザまんが良かったって言ったら、そう言うと思ってピザまんもあるって言ってくれてって、お前まず肉まんもらったことにピザまんの方が良かったとか言うなアホ、肉まんあげてねえか、お前それでまず前回ピザまんが良かったとか言うなよ、お前持てへんやろなあうわ、ピザマンが良かったって言ってピザマン出てきた、さすがにマジシャンかと思っちゃうよな、うん、BGM を流したら彼氏の方がえれれれれれれって BGM を流しながらピザマン出してくれるのは最高や、満点、うん、あ、これもいい、ペットの犬が怒られてキュンキュン泣いてたよって、いいなぁ、キュンキュンエピソードってこういうことやで。トノなんかさ、可愛すぎてさ、ほんまって潰したくない時ある。俺何匹ももう潰して、それで何回も買い替えてるの。可愛い。くちゃ。うん。でもう一回またペットショップ行って、我慢したな。トノ。ああ。いいの出たみたいやで、みんな。幼馴染で好きだった人のバイクの後ろに乗るってなって、うん、ヘルメットをこうやってかぶせてくれたとか。うわ、いいな、ドラマ。ちょっと臭かった、嫌やな。ヘルメット、うん、
ファンでだここから空気ファン目覚めるよな。ほらほらほらってなるよな。もうダメ。喧嘩中に無言で手つないできた時、喧嘩した時手つなごと思う？もう、まあ、仲直り時やで、そしてイライラしてる時にせんよ。仲直りしたいなと思ったらこう、うん、え、俺とチューしようとしてる。待ってる？俺からもキスもんな。キュンとした？した。下のシーでよだれペロって言ったら出ちゃう。キュンとしたやろ？やばいやつらや、俺ら。俺らやばいやつらや。よだれペロって。ハシャー！スタバ買った時にめっちゃ美味しそうに飲んでるなーって思ってたら、いる？って聞かれて間接キスしたこと。うわいいな。こうやって飲んどって、うん、いる？あ、コロナ分かってるよ今の時期。一斉に行こう。トーンアップ。付き合ってない時の間接キスってさ、なんかほぼセックスやからな。お前だけ笑ってる。お前だけなんかこう好きな人いるみたいな。あああキュンキュンしたんちゃうの？キュンキュンした。心臓がギューと。今のポーの心臓がギューと。急にテンション上がる。どうしたの？タイマーのやつ、タイマーのやってみた。おかしいけどテンション。ごめんな、生理前でハイなんで。ラスト23個ぐらいでいい。やれや、やれや。これは分かる。コウ君みたいな人に睨まれるとキュンとします。ハグちゃんみたいな人に睨まれたら、ハグちゃんみたいな人にキュンとするわ。さっきも思ってんけどさ、関係ない話やねんけどさ、イチってさ、マジで中途半端なブスじゃない？めっちゃ中途半端なブスじゃない？ブス界のトップに君臨してたもん。中途半端？どうも中途半端なブスです。シュッ！こいつはデブのクソです。シュッ！巻き込まんでいいや。俺のこと巻き込まんでいいよ。お前自分で投げてよ、それは。一人で投げとけよ、お前。まあ確かにな。まあ、お前は、まあ、学校でおったら可愛い方であんのか知らんけど、インフルエンサーさんの中でなったら、ゲノジョーや。あ、よかった。ゲノジョーってキキ、キキいるわ。うん、ジョーやもん。うん、でも、ゲやから。ゲノジョのジョー。のジョー。あと、ちょっとでもどっか変えたら、チューのゲに。うん。いや、いいなぁ。思い出すわ。学生時代、こんなところでキュンキュンとしてたなぁとか。うん、じゃあ、やっぱバラ持ってきてくれた時はキュンとしたわ。文化祭やってて、で、美女と野獣やってて、で、あの、劇の終わりになんかバラを一恵が座ってる席まで持ってきてくれたっていうエピソードがあるけど、それを、それでキュンキュンした。あ、でも最後一恵のキュンキュンエピソード言おうか。なになに？教習所行く時、手紙書いてくれるところかな。おお、うん、書いたわ。うん、だからしんどい時にこれ読んでくださいとかだったね。え、どんな手紙？なんかしんどい時用の手紙とか、会いたくなった、家に会いたくなった時。かわいい、かわいい。その時、その別々の手紙を、それ以外読んだらあかんでみたいなこと。なんか毎日書いて欲しかったみたいな言ってたな。うんうんうん、なんかやっぱしんどいから、なんかほんと俺教習めっちゃうまくいかん時あって、その時はもうしんどかった。なんか二人組と仲良くなってる。そうそうそう、男の子二人と仲良くなって、そっちはうまくいってんのに、コウ君だけはうまくいってなくて、しんどいしんどいみたいな言っとって、でその時になんか毎日手紙書いて欲しかったって言ってた。かわいいよ。かわいいなそれ、うん、やっぱキュンキュンしたな。いいな。やっぱこのエピソード聞いてばめっちゃお尻腹筋な太もも描いてる。裏太もも描いてる。やばい。裏太も描いてる。めっちゃ描いてる。両手で描いてるよ。この動画がいいなと思ったら、YouTube ではチャンネル登録、高評価、コメント、アブタよろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。こーい。もう切るよ、ふくちゃん。なんか、ピンタは揺れてる。